こんばんは。こんばんは。わあ、嬉しい。いつもは多分ね、この演者とカメラマンのサムちゃんと寂しくやってるんですけど、たくさんギャラリーがいるので、はい。で、今日は先日行われた CMWC2023 横浜の中で終わったレースのスピダーレクリットプレゼンツの横浜クリットの、はい、決勝戦の車載を見ながらちょっと実況していければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、早速映像を見ていきたいと思います。そう。あ、もうすごいメンツでしたよ。メンツがそう。で、今回、先日の京都であったレースから日本人が20人ちょっと。と海外からのライダーも含めてエントリーが50人、オープンで50人ぐらい、はいはい、ですね。でその中から3組に分かれて予選やって、うん、予選のトップ6人、トップ6が決勝行ってて、そうですね、で18人で決勝戦、はい、で僕とダンカンさんがもう同じグループに当たってしまったっていう B ですね。予選がそう2組目、はい、でそこから6位に、うん、僕が4位で、はい、僕は9位で残念ながら行けなかったんですけど、はい、で今これはもう決勝の映像なんで、はいはい、走ってるのは僕なんですが、ちょっとたくまにも実況してもらえます。いや走りたかったですね、決勝。やっぱりすごいめちゃくちゃ盛り上がってましたね。かなり傍から見ててあのステージ走るってのは本当に羨ましいなと一言につきましたね。そうずっとね、やっぱこのフェンス沿いにオーディエンスがいてくれて、で声援も、はいはい、もうこの日の最後の最後 の、 あのレースってことで、もうかなり盛り上がったが、で映像にもあるように、20分の1ってことで決勝は20周めちゃくちゃ長かったですよ。そうね、予選が10周 で、はい、で1周が、500m 弱ぐらい、まああれですかね、普段のスピダーレよりちょっと長めな感じでしたよ。そうだね、長めな設定になって、なんかいつもだいたい1分しないぐらいで終わっちゃうぐらいのコースのイメージだったんで、うん、長いなと思って、まあ、実際走っててちょっと長く感じましたし、うん、でコースレイアウトも、まあ、こう見てもらうと分かるんですけど、これがバックストレートでちょっとこう試験員っぽくなって、そうですね、でここから一気に180度のヘアピン、でもうここで一気にぐーっとスピードが、ここやっぱきつかったですね。でここからみんな全開で踏んでホームストレート入ってきて、ホームストレートも結構向かい風強かったですよ。そうね、この日結構風が夜出てきてて、うん、人の後ろにつかないとだいぶしんどいでしょ。それこそもう僕予選の時とか段差、ね、あ段差一応そう、このでホームストレートとバックストレートにどうしてもこのあのスピーカーとかの配線、あのこの瞬間に黄色と黒の、うん、これが意外とあれ癖ものでした。だいぶしっかり越えないとハンドル取られて、そうですね、転んじゃう人も結構いましたよ、ね、いたので、うん、ちょっとここが鬼門という、そうですね、全開で踏んで40キロ近いスピードで出てる中でまあまあな段差に突っ込むので、結構それこそ僕よ、あれが走るじゃないですか、思想の時に、うん、結構あれだったんですよ、腕とかがもうなんか筋肉痛になっちゃいそうなぐらいで、はいはいはい、まあ、スピード実際本番走った時は、まあ、スピードのスタンでそんなに力はいらなかったんですけど、うん、でもやっぱり腕くるなって思いました、ね、はい、でこのホームストレートからこのカーブは結構スピード落とさずグイッと上がれる。ここめちゃくちゃ乗れましたね。それこそもなんかもう僕もインギリギリのギリって結構なんかもうドーパミン出るような感じで、うん、結構やっぱみんな本気だから、そうです、ね、落車もあったりとかして予選から、そうなんですよ、僕が予選かなりいい順位でスタートできて、うん、多分4番目ぐらいスタート、うん、クリートキャッチとダッシュ成功して4番目ぐらいだったんですけど、割と初っ端に180度ターンのところで落車があって、はいはい、まあ、僕自体はこけなかったんですけど巻き込まれちゃって、そこで一気になんかもうトップ集団に離されちゃったっていう感じでしたね、うん、この日やっぱずっとこのインターバル、うん、踏んで減速して踏んで減速して、前って離れると本当追いつくのが超そうですね、もうなんかずっともうグループ固まっちゃってって感じだったので、うん、もうほぼこうレース動きなくてなんとか巻き返さなきゃなって思いながら走ったんですけど、やっぱ一度空いた差が結構でかかったですね。
でね、今回、海外からルックのクリテリウムチームが、そう、最初聞いた時めちゃくちゃびっくりしました。ちゃんとチーム組んで機材も揃えて、そうですよね、ウェアも揃えてかっこいい。しっかりだってあれですもんね、結構いろんな世界中の大会とかはそうね、がっつり遠征してるような、うん、本当にプロですよ、ね、チームがこう数人来日してかなりみんな警戒して走ってたんだけど、はい、結構中盤、序盤のこの辺りだと、はい、結構みんな牽制して、あスピード、まあ、そうですよね、しばらく決勝はもうなんか、あれですもんね、日本勢がずっと、うん、まあ、4人ぐらいみんな固まってて、意外とルック来ないなーなんて思ってたら、この後そうですね、そう、かなりここみんな本当スピード、あれめちゃくちゃ減速してますね、決勝。うん、でここで一気にスピードを上げてかけていくっていう、あ、一応予選より決勝の方が出走した人数多かったでしょ、結局トータルはそうだね18人、ああじゃあで予選は意外と そもそも出走してない人も意外とリストにあって、リストにはあったけど出走しないような人、そう、結局スタートリストに持ってやっぱ DNS の人がいたりとかも海外勢とか、そう考えるとやっぱあそこのコーナーとかだいぶ混みましたね、うん、本当に揺さぶるかのような、あ、ちょっと落とすし一気に踏むし、なるほど、それもまた戦略なんですかね、うわ結構やっぱ結構ギリギリですね、そう、ここでインつけるとね、やっぱり確かに抜きやすいというか、この先がやっぱ抜けるポイントがこのストレートでいかに踏むかになってきちゃうから、そうですね、僕なんかもうちょっと180度コーナー結構ビビっちゃって、うおー、危ねえ、危ねえ、あ、うかうかしてると、そうですね、抜きにかかれるから、うん、で結構この周回の時に結構これ映ってますね、この飛んでるのが、うん、みんなこの段差を飛ぶ、うん、で、ここで先頭集団と俺がいたグループとがちょっと離れ始めてるなっていうのが一瞬あったから、多分この辺で、あ、ちょっと前を追わなきゃやばいな、うんうん、踏み直すかな、いやでもやっぱ20って長いですよ、いやかなりそう、時間で言うとね、多分ほんと15分ぐらいなんだけど、走ってる体感はかなり、そうですね、単純にもうなんか数が出るとやっぱり実感として多いなっていうのが、正直ちょっとほっとしました、ほっとしたっていうかあれですけど、もちろん走りたかったですけど、正直20も走るのかっていうのもちょっと聞いた瞬間思ったところではあったんで、かなりやっぱそのインターバルかかるから、もうみんな我慢比べじゃないか、そうですよね、どこまで耐えれるか、やっぱスタミナだなって思いましたね、なんかもう常に8割9割の力で走るっていうのをもうどれだけ持久できるかっていうところですよね、ここら辺で大体残り10周半分ぐらいになるんだけど、少し離れ、もうね、ここからね、どんどんペースが上がってきてて、毎周回ストレートでの、あ、この踏むのが辛くて、ダンカーさんの後ろが結構そう離れてますね、この時点で、で今もう CC トップに集団に食らいついていこうっていうあたりが、ここでそう離されたらもう一人になっちゃうし、やばいなっていうのが、うん、あれですもんね、あの風よけ旋風も使えなくなっちゃいますし、うん、あのさ、エアコン加えたさ、はい、ところってもう抜きどころなわけじゃん、はい、あそこやっぱ頑張れない、この週入ってもう頑張れないです頑張れないです、あの、そう、もうみんな、まあ、みんなもちろん全力で踏むから、まあ、そうだ、ここでやっぱ力の差が出始めるというか、やっぱそのトップの集団は一気にトップスピード乗るのが早いから、そう、もう俺はここ体力なくなってきてて、いやもう踏みたいんだけど踏めないみたいな、で向かい風も強いし、うん、みんなが踏んでくる場所、そう、そう、そう、結構ここでやっぱ前に追いつくんだけど、そう、ここからそれもかかれた、ここなんだよな、次おかしいんで見てて、誰か行けろっていうのやっぱそう考えるとやっぱり抜きどころないですよ、いや、うん、難しいよね、僕まで、あの縦に伸びちゃう、うん、結局、多分結局僕も最初の1対1からほとんど多分順位変わってなかったんで、
そう、まだね、こう見えてる範囲に前人がいるから頑張れるんだけど、ただ気抜くとやっぱり離されちゃって、いやーそうですよね、カーブ入る前に真後ろ垂直ぐらいじゃないと抜けない、いやー本当そう、むしろここのブレーキング超我慢してインつくとかにしないと前には出れないから、結局ギリギリまでスピード落とさずにコントロールできる脚力もまた重要ですよね、うん、この20周の間にさ、次の周のここのポジション入れたらめちゃくちゃいいから、ちょっとそれ頑張ろうかなみたいな感じだったりするんだよ。いや、はい、序盤はそうですね、やっぱここで抜いとかないとやっぱ前と離されちゃうとかあるから、ただもうこの人数に絞られてくるともうそんなこと言ってらんない、いかに前についていくかっていう、ここもどかしいよ、その一番やっぱ観客も減るところ、そうそうそうそっからの嫌なことでしょ、頑張ってる時にめちゃくちゃあでもやっぱもう、もう結構もうこの辺は完全に一人旅状態で、そう結局やっぱここ踏むのももちろんなんですけど、ヘアピンで減速するのも体力消耗するから、でプラスあの段差と向かい風のダブルパンチで、あのここのコーナーがでも一番あのうるさかったうるさいし、もうスピード乗って突っ込めるからもうめちゃくちゃアドレナリンゾーンでしたね。そのコーナーブルーラブルーさん見ない、そうスタッフがねみんな固まってさっきあのチラチラ映ってる、そうチラチラ映ってる顔看板が、第一コーナー注目してもらえると、あのこのヘアピンの後のストレート抜けて、あの俺とタフ君は、あ決勝は俺だけだった、あそうですね、予選の時とかもそう僕出しまったんですけど、でかい顔がいつの間にか用意されてて全く何も知らされてなくて、でそれが目立つっていう、そうもうびっくりしましたよ、いやあれはね本当びっくりした、でかい顔あれみたいな、しかも写真のチョイスがちょっと多分これ左の方にちょうど今多分映りますよね、あ映ったこの辺からだいぶ先頭は動いてるんですか、そう先頭は動いてるんだけど、もう完全に一人で、確か15周目ぐらいでルックの選手の人を刺しにかかってきたあたりですよ、毎回ここの、 あのヘアピンの立ち上がりで先頭いるの見えるんだけど、はいはい、もう離れて来てたりとかするのが見えるから、残り5周とかであのチャンザラとか早いとか、今ルック行きましたね、いいこれで今ルックの人が、まあでもこのタイミングでなんかスパートっていうかかけてくるあたり、なんかやっぱちゃんと戦略が、そうね、まあさすがにプロの人は様子を見ながら、ね、足を溜めながら温存しつつトップ集団いたって考えるとなかなかそうね、それはもう数々の経験すごいです、ね、足とがあってる、ここでもうかなり縦に伸びてて、そうで俺はもう完全に一人で、後ろからでもちょっと来てるのは分かってたから、そう、まあ、順位は維持しつつ逃げて、でまあ京都の時とかもこういう状態になった時に心折れて抜かれてるから、はいはい、でそうこの日もあの京都で3位に哲平くんってとか、はい、あの時もやっぱそれで抜かれて俺負けちゃったんだけど、もう今日こそは絶対に抜かせないと思って自分との勝負、もうそう、うん、自分がメンタル大事ですよね、そう大地さんも京都の時にメンタルがあっておっしゃってましたもんね、もうあれはね自分の弱さを分かるんで自分の弱さ、それこそ僕も予選の時ちょっとメンタル来ちゃってましたね、なんかもう自分の維持順位を維持するのにもう精一杯みたいな感じで、なんかちょっとでも負の感情が出たら出ましたね、急にですし、やっぱその差と実際の差がですし、なんかもう実力未知数の海外ライダーがいるっていう時点でちょっとおじけづいちゃってたところもあったんで、でしかも今回は、周回遅れになるとあの足切りがあるので、そう後ろにもう追いつかれないように、あでも確かにそういえばもう全然カメラに映ってるライダーがトップ集団ぐらいしかいないです、あのすごいトップも差開いてますね、前の方多分ね、そう3周でめちゃくちゃハイクルース、やっぱそこまでの順位を維持しつつ最後にスパートかけられる人が勝つんですかね、そうで結局、まあ、結果言うと僕9位でした、はい、でそうあのその足切りが
あるから、完走できた、フルラップできた人の中では一番後ろだった。さっきスタッフの人があの赤の誘導棒振ってましたけど、うん、あれはもうなんかここはラップだよっていう、あ、ラストですか。今ね、落車があったの。あ、そう、そういえばありました。最後のこの2周ぐらいでセットレートで、あの段差のとこですよ、ね、段差に弾かれて転んじゃった人がいて、はい、で、まあやっぱりそこ最後の試合もう終わるぜ、頑張れるんですよ。いや、あと1周あそう、まだもうなります、なりますね、まあ、あれもう、これもう1周行かなきゃいけないのみたいな。むしろラスト1周とかだともうスパートかけてくる人がいたりして、むしろ怖いですよね、うん。で、ここであと1周、あ、これがラスト、あと1周のサイレンが速くなりました、やっぱり。いや、じゃあちょっと頑張って、最後はもうこれ走り切れば終わるみたいなそう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 いうそう、ここでね、出し切っとかないとね、逃げようってのもありますし、もうここで、あ、先頭ゴールしました。で、ここで先頭はゴール、うん、まあ、1、2、3、1ってもゴールの完成プロです。いや、あかなりそう。でもトップと多分30秒近く差が開いちゃってね。30秒コース半分ぐらい、は、うん、半分、うん、それぐらいか。この時どう思うんですか。いや、もう本当終わった、やっと終わっただし、そう、でもう走ってるとさ、あ、ありがとうございます。はい、この後ね、あの、あ、デカ看板持ってました。フェンス沿い走るとみんな手出してくれるから、ね、めっちゃ気持ちいい瞬間ですよね。これこれ楽しい。わーいや、僕最高っす。いや、決勝で僕もやりたかったっす。いや、本当に本当最後まで走れた9人っていうのに残れたのは、ね、確かに、はあ、あ、これが表彰、表彰台ですね。はい、もう全然どういう展開してるのか全く見えてないけど、いや、まあでもそうそうたるメンツですよ。はやとくんとチャンサダが3位、2位で、ルックの、いや、圧巻でしたね、走り。まあでもやっぱルックのこのトップの選手を食らいついてて、やっぱりサーちゃんと入ってくる、いや、もうひたすらすごいなって感じ。しかもあれですもん、普通にデリバリーレースも走ってるわけですから、ね、終わりました。という感じで、はい、はい、もうかなりね、本当ね、あのオーディエンスもたくさんだし、レースの展開とかもね、本当面白かったレースだったので、いや、本当いい経験になりました。そうですね、もう走るだけで光栄な舞台だったんですけども、やっぱりちょっと決勝に行きたかったなっていう悔しさはあるんで、はい、まあ、またちょっと日々頑張ろうと思います。いろいろちょっと見えた課題とかもあったりしたんで、機材とか、はい、まあ、自分のこともそうですけど、じゃあちょっとこれからも一緒に、はいはい、そうですね、クリテリウムで頑張っていけたらと思います。打倒ダンカンさんを目指したいですいつかはちょっとね、抜かしてもらわないと、はい、はい、そうですね、そんな感じで頑張っていきます。はい、皆さん今日はありがとうございました。すごい温かい。いや、いいですねお疲れ様でした。お疲れ様でした。